菊池館元禄という年号がいつの間にかあ余りを重ねたある年の2月の末である都では春の匂いが全てのものを包んでいたついこの間までは頂上のところだけはまだらに消え残っていた永山の雪が。 春の柔らかい光のもとに溶けてしまってあとには薄紫を帯びた黄色の山肌がくっきりと大空に浮かんでいるその空の色までが冬の間に腐ったような灰色を洗い流して日一日緑に冴えていった鴨の河原にはマルハ柳が恵んでいた その小石の間には自然先のスミレやレンゲがめいめいの小さい春を漁していた川水は日増しに水量を加えて軽い藍色の水が所々の川瀬にせかれて早々の響きを上げた黒木を売るおはらめの伸びやかな声までが春らしい心をそそった。 江戸へ下る西国大名の行列が毎日のように都の町々を過ぎた彼らは三条の旅宿に23日の登流をして都の春を十分に楽しむとまた大鳥毛の槍を物々しげに振り立てて三条大橋の橋板を踏みとどろかしながら遥かな東妻寺へと下るのであった。 東国から九州四国からまた越路の端からも本山参りの全男全女の群れがぞろぞろと都を指して続いたそして彼らも春の都の渦巻きの中に幾日かを過ごすのであったそのうちに花が咲いたという消息が都の人々の心を騒がし始めた 祇園清水東山一帯の花がまず開く佐賀や北山の花がこれに続くこうして都の春はいよいよ乱熟の色をなすのであったがその年の都の人たちの心を一番激しく狂わせていたのは四条中島都万太夫座の坂田藤十郎と 山下左衛門座の中村四三郎との去年から持ち越しの競争であった三河の津の草芸頭とまで称えられた坂田藤十郎は形成会の上手として八つの名人としては天下無敵の名を欲しいままにしていたが去年下月犯左衛門の顔見せ狂言に東から登った 長中村七三郎は江戸歌舞伎の棟梁として藤十郎と同じく八つ子の名人であった二人は同じ八つ子の名人として江戸と京都の歌舞伎のためにも激しく相争わねばならぬ祝宴を持っているのであった京の歌舞伎の役者たちは 中村七三郎の都のぼりを聞いて皆異常な緊張を示したがその人たちの期待や恐怖を裏切って七三郎の顔見せ狂言は意外な不評であった見物は口々に「江戸の名人じゃ!」というほどになんぞ珍しい芸でもするのかと思っていたに 都の藤十郎には及びつかぬ腕じゃと布った七三郎をそしる者はただ素人の見物だけではなかった彼の舞台を見た役者たちまでも江戸の象徴は評判倒れの御神じゃもっとも江戸と京都では評判の目安も違うほどに江戸の名人は 今日の上手にも及ばぬものじゃしょせんものまね狂言は都のものと極まった」と勝ち誇るように言いふれたが七三郎をそしるうわさが藤十郎の耳に入ると彼は眉をひそめながら「我らの見るところはまた別じゃ小腸殿はまことに手芸のおしとじゃ」。 我らには恐ろしい大敵じゃ、と、ただ一人世評を退けたのであった。果たして、東十郎の評価は狂っていなかった。顔見せ狂言にひどい不評を招いた中村七三郎は、年が改まると初春の狂言に、京成浅間ヶ岳を出して、友の城の役に奮した。 七三郎の友之丞の評判はすさまじいばかりであった藤十郎は得意の夕霧遺左衛門を出してこれに対抗した二人の名優が舞台の上の競争は都の人々の心を湧き立たせるに十分であったが新しきものを追うのは人心の常である口さがなき清わらべは 十郎殿の伊左衛門はいかにも見事じゃが我らは幾度見たか数えられぬほどじゃ去年の弥生狂言も確か伊左衛門じゃもう伊左衛門には堪能いたしておるわそれに比べれば七三郎殿の友之丞は都にて初めての狂言じゃ今日の濡れごとしとはまた違うて 優しいうちにも吾妻男のきついところがあるのが天とたまらぬところじゃ」と口々に言いはやした動きやすい都の人心は10年産嘆し続けた藤十郎の王座からともすれば離れ始めそうな気配を示した万太夫座の木戸よりも犯罪門座の木戸のほへと よりたくさんの群衆が流れ始めていた春狂言の期日が尽きると万田夫座はすぐ千秋楽になったにもかかわらず犯罪門座はなお打ち続けた2月に入っても客足は少しも落ちなかった2月が終わりになっていよいよ弥生狂言の季節が近づいてきたのにもかかわらず 七三郎はなお友之丞の役に扮して都王子の人気をいっぱいに背負うていた半罪門座では弥生狂言も京成朝間ヶ岳を打ち通すそうじゃがかような礼は玉村千之丞河内がよいの狂言に150日打ち続けて以来耐えて聞かぬことじゃ。 七三郎殿の人気は前代未聞じゃと巷の噂はただこの沙汰ばかりのようであったこうした噂がかまびすしくなるにつれひそかに腕をこまねいて考え始めたのは坂田藤十郎であった三河の草芸頭という美称を長い間享受してきた藤十郎は 自分の芸については何らの不安もないとともに十分な自信を持っていたすぐる羊年に三遊市川團十郎が日本随市川の釜すしい名声を二のうて東からはるばると都の早雲長吉座に登ってきた時も藤十郎の自信はびくともしなかった。 お江戸團十郎見しゃいなと江戸の人々が誇るこの珍客を見るために都の人々が雪崩をなして長吉座に押し寄せていった時も藤十郎は少しも騒がなかったことに彼が初めて團十郎の舞台を見た時に彼は心の中でひそかに江戸の歌舞伎を軽蔑した彼は 十郎が一流編み出したという荒とを見てなんというそやな興ざめた芸だろうと思って彼の腹心の弟子の山下京右衛門が「太夫様團十郎の芸をいかがおぼしめさる江戸自慢の荒ごと,とやらをどうおぼしめさる?」と聞いた時彼はつつましやかな苦笑を漏らしながら 実事の奥義の下世ぬ人たちのすることじゃまた実事の面白さの下世ぬ人たちの見る芝居じゃ」と一言のもとにけなし去ったが今度の七三郎に対しては西牛をあしろうたようにはいかなかったと言って 藤十郎は無下に七三郎を恐れているのではないもとより團十郎の幼稚なま魂にも似た荒事とは違うて人間の真実な仕打ちをさながらに移している七三郎の芸を十分に尊敬もすれば恐れもしたが藤十郎は芸能という点からだけでは 自分が七三郎にみじんも劣らないばかりでなくむしろ右はまさりであることを十分に信じた従って今まで足りみちていた藤十郎の心に不安な空虚と不快な動揺とを植え付けたのは七三郎との対抗などということよりももっと深いもっと本質的なあるものであった。 彼は二十歳の年から四十いくつという今まで何の不安もなしに濡れごとしに扮してきたそして藤十郎の形成会といえば流骨者に頼る里のわらべにさえも聞こえているまた今日の三座見物たちも藤十郎の形成会の狂言といえばいつもながら惜しげもない喝采を送っていた 彼が伊左衛門の神子姿になりさえすれば見物はたわいもなく喝采した少しでも客足が薄くなると彼は決まって伊左衛門に扮したしかも彼の伊左衛門役はトランプの切り札か何かのように多くの見物と喝采とを藤十郎に保証するのであったが彼は心の内で いつとなしにに自分の芸に対する不安を感じていたいたつも同じような役に扮してしたたるい形勢を相手のセリフを言うことが彼の心の中にぼんやりとした不快を起こすことが度重なるようになっていたが彼はまだいいだろうまだいいだろうと思いながら 一日延ばしのように自分の死なれた喝采を売るに決まった狂言から抜け出そうという気を起こさなかったのであるこうした藤十郎の心に恐ろしい警鐘はとうとう伝えられたのだまたいつもながらい左衛門か藤十郎殿の神子姿はもう幾度見たか数え切れぬほどじゃ。 という巷の評判は藤十郎にとっては致命的な言葉であった彼が恐れたのは七三郎という敵ではなかった彼の大敵は彼自身の芸が行き詰まっていることである今までは比較されるもののないために彼の芸が行き詰まっていることが無知な見物には分からなかったのである 彼は七三郎の友之丞を見た時に形成会の世界とはまるきり違った新しい世界が舞台の上に浮き出されていることを感じないわけにはいかなかったただ浮ついた根も葉もないような形成会の狂言とは違うて一歩深く人の心の内に踏み入った世界が舞台の上に展開されてくるのを 認めなないいわけにはいかなかった見物は形成会の狂言からたわいもなく七三郎の舞台へ引きつけられていったが藤十郎は見物のたわいもない盲導のうちに深い最もな理由のあるのを看守しないわけにはいかなかったのである小手先の芸の問題ではなかった彼は もっと深い大切なところで若輩の七三郎に一足取り残されようとしたのである七三郎の友之丞が落中落外の人気をそそって弥生狂言をも同じ出し物で打ち続けるという噂を聞きながら藤十郎は激しい焦燥と不安の胸を押さえてじっと思案の手をこまぬいたのである。 その時にふと彼の心に浮かんだのは浪速に住んでいる近松門左衛門のことであったそれは二月のある宵であった四条中東の京の橋、鴨川の流れ近く背なりの音が手に取って聞こえるような茶屋宗清の大広間で。 座の弥生狂言の顔つなぎの宴が開かれていた広間の中央床柱を背にして銀色の光を真っ向に浴びながらドンスの鏡布団の上にゆったりと座り心持ち強速に身を持たせているのは坂田十郎であった茶筅に酔った色白の表は 四十を越した男とは思われぬほどの美しさに輝いて見えた下にはネズミちりめんの引っ返しを着上には黒羽舞台の二つ面消し人形の加賀門の羽織を打ちかけ送電カラ茶の畳帯を締めていた藤十郎の右に座っているのは一座の若尾山の桐並千住であった 白小袖の上に紫ちりめんの二つ重ねを着トラフビロードの羽織に紫の野郎をいただいた風情はさながら女のごとく生めかしいこの二人を囲んで一座の道家型、貨車型、若衆型などの人々がそれぞれ過敏な風俗の限りを尽くして居並んでいたその中に ただ一人千筋の羽織を着た質素な風俗をした256の男はマンダユーザの若太夫であった。彼は宣告から出席の間をあっちこっちと回って主演の経を取り持っていたがようやく明定したらしい顔に満面の微笑をたたえながら藤十郎の前に改めてかしこまると恐る恐る杯を前に出した。 さあもう一つお受け下されませ。今度の弥生狂言は近松様の趣向で歌舞伎始まっての珍しい狂言じゃと都の中はただこの噂ばかりじゃげにござります。形成会の所作は日本無双と言われたお身様じゃが道ならぬ恋の生き方はまた格別のご思案がござりましょうなあ。<laughs> と巧みな追悼笑,笑いに語尾を濁した。と藤十郎と居並んでいる霧浪千住は急に美しい微笑を漏らしながら「本に若田夫殿の言うとおりじゃ。藤十郎様にはその辺のご思案がもうちゃんとついているはずじゃ。我などはただ藤十郎様に操られて。 ののように動けばよいのじゃ、と相づちを打った藤十郎は若太夫の刺した杯を受け取りはしたものの彼の言葉にも千住の言葉にもひと言も返しをしなかった彼は酒の味が急に苦くなったように心持ちい顔をしかめながら ぐっと一気にその杯を飲み干したばかりであった彼は今宵の主演が始まって以来何気ない風に杯を重ねてはいたものの心の内にはかなり激しい芸術的な苦問が渦巻いているのであった彼が近松門左衛門に急備客を飛ばして割なく頼んだことは 即座に叶えられたたのであった「今までの形成会とは裏と表のように打ち変わった狂言として門左衛門が藤十郎に書き与えた狂言は浮ついた陽気なたわいもない形成会の濡れ事とは違うて命をとしての色事であった」。打ち沈んだ陰気な賢明な 命を捨ててする濡れであった出し物は「大狂寺昔暦」といって今日の人々の記憶にはまだ新しい室町通りの大狂寺の女房おさんが手代萌えも門と不義をして慌た口に軽視するまでの呪われた命がけの恋の狂言であった。 東十郎の芸にとってそこに新しい世界が開かれたがそれと同時に前代未聞の狂言に対する不安と勝利とは自信の強い彼の心にもきざさないわけにはいかなかった東十郎の心にそうした屈託があろうとは夢にも気づかない若太夫は芝居国の国王たる東十郎の機嫌を いかにもして取り結ぼうと思ったらしくこの狂言に比べましては七三郎殿の浅間ヶ岳の狂言も蕨垂ら,らしのように極物見えまするわ前代未聞のみそ顔の狂言とはさすがに門左衛門様のご思考じゃそれにつけましても坂田様にはこうした 変わった恋のお覚えもござりましょうなあ <laughs> と時にとっての座教のように高々と笑った今まで押し黙っていた藤十郎のかたい唇がほころびたかと思うと「さようなこと何のあってよいものか」とにがりきって吐き出すように言った藤十郎は 生まれながらの色好みじゃがまだ人の女房と念殺した覚えはござらぬわ」と冷たい苦笑を漏らしながら付け加えた若太夫は座教のつもりで言った戯れを真っ向から突き飛ばされて興ざめ顔に黙ってしまったそばに座っていた桐波千住は一座がしらけるのを恐れたのであろう 鳥なし顔に微笑を含みながら「本に坂田様の言われる通りじゃこの千住とても主ある女房と年頃したことはないわいな」と言いながら女のように美しい口を覆うたが藤十郎は前よりもひときわにがりきったままであった彼は今心の内で わずか三日の後に迫った初日を控えて芸の苦心に簡単を砕いていたのである彼にとってそこにかなり危険な試金石が横たわっている「あれ見よみそ顔の狂言とは名ばかりで愛も変わらぬ藤十郎じゃ」と言われては自分の芸は永久に廃れるのだと。 彼は心ののに覚悟の保存を固めていたただ相手の形勢が人妻に変わったばかりで昔ながらの藤十郎だとは夢にも言わせてはならないと心の内に思い定めていたがそれかといって藤十郎は自分で口に出して言った通り道ならぬ恋をした覚えはさらさらなかったのである。 もとより歌舞伎役者の常として色子として舞台を踏んだ十二三の頃から数多くのいろいろの式場生活をけみしている四十を超えた今日までには幾十人の女を知ったかわからない彼の姿絵を床の下に敷きながら焦がれ死んだ娘や彼に対する恋のかなわぬ悲しみから 清水の舞台から身を投げた女さえないことはないがこうした生活にもかかわらず天性律儀な藤十郎は若い時から不義非道な色ごとには一種をだに染めることをしなかったそうした誘惑に接するごとに彼は猛然としてこれと戦ってきている彼が役者にも似合わず 東十郎殿は物語御神社」と言われて芝居国の長者として周囲から尊敬されているのも一つにはこうしたわけからでもあったしたがって彼は過去の経験から人妻を盗むような必死な空恐ろしいそれと同時に身を焼くように激しい恋に近い場合をいろいろと尋ねてみたが。 彼のどの恋もどの恋も極めて正当な物柔らかな恋であって冬の海のように恐ろしい恋や夏の太陽のような激しい恋の場合はどう考えても頭に浮かんではこなかった形成会のいきさつなればどんなに微妙にでも演じうるという自信を持った藤十郎も人妻との 呪われた悪魔的な道ならぬしかし賢明な必死の恋を舞台の上にどう恥かしてよいかはほとほと思案の及ばぬところであったこれまでの歌舞伎狂言といえば形成界のたわいもない戯れかでなければモノマネの道化に尽きていたためにこうしたみそ顔の狂言などに 頼まれるような前代の盟友のしのこした方などは微塵も残っていなかったそれかといって彼はこうした場合に打ち明けて知恵を狩るべき相談相手を持っていなかった彼の萌えもんにお産を務める桐波千住は天性の美貌一つが彼の舞台の全てであったただ 藤十郎の指図のままに区別のごとく動くのが彼の演技の全てであったのだ藤十郎は自分自身の頭を絞るより他には工夫の仕方もなかったのである藤十郎の不機嫌の背後にそうした根本的な屈託が潜んでいるとは気のつかない一座の人々は しらけ始めようとする主演の座をどうかして引き立たせようと思ったのだろう五十に手の届きそうな道家型の老遊はそばに座っていた二十歳を出たばかりの野郎を着た美しい若衆型を促し立てながらおどけた連れ舞を舞い始めた藤十郎は二人の舞を振り向きもしないで日頃には似ず 大灰を重ねて淀ばかりしたたかに飲み干すとにわかに発してきた酔いに座には絵耐えられぬようにつと席を立ちながら河原に臨んだ広い円に出た河原の闇の底を流れる川水がほのかな光を放っているほかはみそかに近い夜の空は曇って星ひつさえ見えなかった 声ばかり飛び交うているかのように闇の中に千鳥が父と泣きしきっていた歌舞伎の長者として王者のように誇りを持っていた藤十郎の心も毛合わせに負けた鳥のように衝撃ってしまっていた彼が座を立ったために上からの圧迫の取れたように 急に弾みかけた主演の席の騒がしいどよめきを後にしながら彼は知らず知らず静寂な場所を求めて勝手を知った宗姓の部屋部屋を通り抜けながら奥の離れ座敷を志した母屋からは一段と瓦の中に突き出ている離れ座敷には人の気配もなかったただほんのりと灯っている キヌアンドンの光のうちに美しい長度などが春の夜にふさわしいなまめいた静けさを保っていた藤十郎は人影の見えぬのを心の中に喜んだ彼は床の間に置いてあった教足を取り下ろすとそれに右の肘を持たせながら身を横ざまに伸ばしたのである。 が想像しい主演の席から身を逃れた喜びはすぐ消えてしまって芸の苦心が再びひしひしと胸に迫ってくる「明日からは稽古が始まる肝心要の萌えもんの生き方が決まらいでは相手のおさんもそのほかの人々もどう動いてよいか思案のしようもないことになる」。 おのが工夫がまずうては近松門座が心を砕いた前代未聞の狂言もあたら京わらべの笑い草にならぬとも限らないこう思いながら藤十郎は胸の中に渦巻いているもどかしさを抑えながら一途に心をその方へ振り向けようと焦ったその時である母屋の方から トントンとんとんとせっかく騒がしい首席を逃れて求め得た静かな場所で芸の苦心を凝らそうと思っていた藤十郎は自分の方へ近づいてくる人の足音を聞いて心持ち眉をしかめぬわけにはいかなかった。 が近づいてくる足音の主はここに藤十郎がいようなどとは夢にも気づかないらしく足早に長い廊下を通り抜けてこの部屋に近づくままに女性らしい気ぬずれの音をさせたかと思うと会釈もなく部屋の障子を押し開いたがそこに横たわっていた藤十郎の姿を見るとびっくりして 敷居際に立ちすくんでしまった。「あれ父様はここにおわしたのかこれはこれはいかいそそうを」と言いながら女はすぐ障子を閉ざして去ろうとしたがまた立ち直って「本にこのように冷えるところでそうしてござってお風邪などメスとありどれ私が夜のものをかけて死んでましょう」。 と言いながら部屋の片隅の押し入れからヤグを取り下ろそうとしている藤十郎は最初足音を聞いた時召使いのものであろうと思ったので彼は寝そべったまま起き直ろうとはしなかったがそれが意外にも宗生の主人宗山清兵衛の女房おかじであると知ると彼は起き上がって ちょっと「いやこれはいかいご造作じゃのう」と会釈をした「おかじはもう四十に近かったが宮川町の歌い目として若い頃に共鳴を歌われた面影がそっくりと白い細表の顔にありありと残っている。 ぬめの引っ返しにオリビロードの帯を締め薄色の絹たびを履いた利嶋姿はまたなく縁に美しかった藤十郎は昔からおかじを知っている若衆型の随一の美形と言われた藤十郎が美しいか歌い目のおかじが美しいかという物争いは二十年の昔には 四条の茶屋に遊ぶ大臣たちの口に上ったことさえあるその頃からの馴染みであるが藤十郎は今までにおかじの姿を心に留めて見たこともないただ露房の花に対するような淡々たる一別を与えていたにすぎなかったが今宵はこの人妻の姿が 言い知れぬ魅力を持ってぐんぐんと彼の目の中に迫ってくるのを覚えたみそ顔という彼にとっては未だ踏んでみたことのない恋の領域のことをこの死後日一心に思い詰めていたためだろう今まではあまり彼の念頭になかった人妻という女性の特別な種類が彼の心に 不思議な魅力を持ち始めて今おかじの姿となってぐんぐん迫ってくるように覚えた藤十郎のおかじを見つめる瞳が異常な興奮で燃え始めたのは無論である人妻であるという道徳的なしがらみが取り払われてその古木がかえって彼の欲情を培う たき木として遠ぜられたようである。彼は娘や御家や歌い目や遊女などに相対した時にはかつふつ抱いたことのないような不思議な物狂わしい情熱が彼の心と体とをふつふつ燃やし始めたのである。藤十郎の心に そうした物狂わしい氷風が起こっていようとは夢にも気づかないらしいおかじは押し入れから白ぬめの余儀を取り出すと藤十郎の背後に回りながらふわりと着せかけた白鳥の胸毛か何かのように温かい柔らかいヨギの感触を体一面に味わった時藤十郎のおかじに対する 異常な興奮は危うく爆発しようとした。が、彼の律儀な人格は、とっさに彼の欲情の盲導をきっぱりと制止えたのである。藤十郎は、胸山清兵衛のことを考えた。また、停職という噂の高いおかしのことを考えた。そして、 自分が今まで色事をしながらも正しい道を踏み外さなかったという自分自身の誇りを考えた彼のおかじに対して抱いた嵐のような激動はたちまちなぎ始めたのであるおかじはいつもの通りのおかじであった彼女は余儀を着せてしまうと さあおやすみなされませ。あちらへ行ったらおなごどもに水など運ばせましょうわいな。と愛想笑いを残して足早に部屋を出ようとした。その刹那である。藤十郎の心にある悪魔的な思いつきがむらむらと湧いてきた。それは恋ではなかった。それは 激しい欲情ではなかった。それは恐ろしいほど冷たい理性の思いつきであった恋の場合にはかなり臆病であった藤十郎はあたかも別人のようにさっきの興奮はまるきり嘘であったかのように冷静に「お梶の,の、ちと待たせられ」。 と呼び止めた。んぞほかに御用があってか?」とおかじは無邪気に振り返った。反り落とした眉毛の跡が青々と浮かんで見える色白の美顔はキヌあんどんのほかげを浴びてほんのりとなまめかしかった。「ちとぎおいを得たいことがあるほどに座ってたもらぬか。 こう言いながら、長十郎は心持ち女の方へ膝を進ませた岡次は長十郎の意気込み方に少し不安を感じたのであろう長十郎にはあまり近寄らないでそこに置いてある紀乃安どんの影にうずくまるように座った「改まって何の用ぞいのう」<laughs> と 何気なく笑いながらもややおもはゆげに藤十郎の顔を打ち仰いだ。藤十郎の小姉は今までとは打って変わって低いけれどもしかしながら力強い響きを持っていた。おかじ殿、別儀ではござらぬが、この藤十郎は そなたに二十年来隠していたことがあるそれを今宵は是非にも聞いてもらいたいのじゃ思い出せば古いことじゃがそなたが十六で我らが二十歳の秋じゃったが祇園祭の折に河原の掛け小屋で二人一緒につれまいをもうたことを。 よもや忘れはしやるまいなあ。我らがそなたを見たのはあの時が初めてじゃ。宮川町の岡家殿といえばいかに美しい若尾山でも足元にも及ぶまいと金ね,ね人のうわさに聞いていたが。 そなたの美しさが世もあれほどであろうとは夢にも思い及ばなかったのじゃ。とこう言いながら道十郎はその大きい目を半眼に閉じながら美しかった青春の夢をうっとりと覆うているような目つきをするのであったその時からじゃそなたを 世にもまれな美しい人じゃと思い染めたのは」と藤十郎はおかじの方へもろ膝を進ませながら必死の色を瞳に浮かべてこう言い切った藤十郎に呼び止められた時からある不安な期待に胸をとどろかせていたおかじは最初はこの美しい男の口から「 自分たちの華やかな青春の日の思い出話を聞かされて見せられたようにほのぼのと二つの方を薄くれないに染めていたが相手の言葉が急な展開を示してからはその顔の色は刹那に青ざめてうずくまっている華奢な体はわなわなとおののき始めていた」。十郎は、 恋をする男とはどうしても受け取れぬほどの澄んだ冷たい目つきで顔さえもたげえぬ女を差し通すほどに鋭く見つめていながら声だけには激しい熱情に震えているような響きを持たせてそなたを見初めた当座は檻があらばいいよろうと四十年じてはいたものの。 若衆方の身は親方のおきてが厳しうて寸時も心には任せぬ体じゃただ心は焼くように思い焦がれても所詮は織を待つよりほかはないと諦めているうちに二十歳の声を聞くや聞かずに そなたは清兵衛殿の思われ人となってしまわれたその折の我らが無念は今思い出してもこの胸が張りさくるようでおじゃるわ」。こう言いながら藤十郎は座にも絵絶えぬような巧みな身もえをしてみせたが。 そうした恋を語りながらも彼の2つの瞳だけは相変わらず乱々たる冷たい光を放って女の息遣いから様子までを恐ろしきまでに見つめているおかじの顔の色は彼女の心の恐ろしい激動をさながらに映し出していた一旦青ざめきってしまった色が 感動的にだんだん薄赤くなるとともにその2つの目には熱病患者に見るようなすぐにも火がつきそうな凄まじい色をたたえ始めた人妻になったそなたを恋したうのは人間のすることではないと心できつう正当しても。 止まらぬは凡夫の思いじゃ。そなたのうわさを聞くにつけ面影を見るにつけ。二十年のその間そなたのことを忘れた日はただ一日もおじゃらぬわ。彼はいちごいちごに、一句一句に巧みな 今までの彼の舞台上のすべての演技にも打ち勝ったほどの仕打ちを見せながらしかも人妻をかきくどく恐れと不安とを交えながら小鳥のようにすくんでいる女の方へ詰め寄せるのであったが<あ>この藤十郎も。 人妻に恋を仕掛けるような非道なことはなすまじいと明け暮れ燃え盛る心をじっと抑えてきたのじゃが我らも今年四十五じゃ人間の情命はもう近いこれほどの恋を二十年来忍びに忍んだこれほどの思いを この世で一言も打ち明けいでいつの世誰にか語るべきと思うにつけても物狂わしゅうなるまでに心が乱れ申して格のありさまじゃ。のおおかじどの藤十郎を哀れとおぼしめさば。 また一言情けある言葉をなぁ」と藤十郎は狂うばかりに身もだえしながら女の近くへ身をすり寄せているただ恋に狂うているはずの彼の瞳ばかりは刃のように澄み切っていた あまりの激動に耐えかねたのであろうおかじはわっと泣き伏してしまった恐ろしい魔女がその魅力の犠牲者を見つめるように藤十郎は泣き伏したおかじをじっと見つめていた彼の唇のあたりにはすさまじいほどの冷たい表情が浮かんでいたが それにもかかわらず声と動作とは恋に狂うた男にふさわしい熱情を持っている。のおおか殿そなたはこの藤十郎の恋を哀れとはおぼさぬか二十年来耐え忍んできた恋を哀れとはおぼさぬかさてもきついお人じゃのう。 こう言いながら藤十郎は相手の返事を待ったが女はよよとすすり泣いているばかりであった火を慕ってきた千鳥だろう銀のハサミを使うような澄んだ声が背音にも紛れず手に取るように聞こえてくる女も藤十郎も 押し黙ったまましばらくは時が移った藤十郎の切ない恋をつれなくするとはさても気強いお人じゃのう舞台の上の色ごとでは日本無双の藤十郎もそなたにかかってはたわいものをふられ申したわと藤十郎は 寂しげな苦笑を漏らした。と今まで泣き伏していた女はふと表を上げた「父様今おっしゃったことは皆本心かいな」。女の声は消えるようであったその唇がかすかに痙攣した。 何の天皇を言うてなるものか人妻に言い寄るからは命を投げ出しての恋じゃというかと思うと藤十郎の顔もサッと蒼白に返してしまった浮き腰になっている彼の膝がかすかにふるいを帯び始めた必死の覚悟を決めたらしいお家じは 火のような瞳で男の顔を一目見るといきなりそばの絹あんドンの火をふっと吹き消してしまった恐ろしい沈黙がそこにあったおかじは体中の毛髪がことごとく逆立つような恐ろしさと体中の血潮がことごとく湧き立つような情熱とで 男の近寄るのを待っていたが男の苦しそうな息遣いが聞こえるばかりで相手は身動きもしないようであったおかじも椅子組んだまま体をわなわなと震わせているばかりであった突如藤十郎の立ち上がる気配がしたおかじは 今こそと覚悟を決めていたが男はお家事のそばを影のようにすり抜けると火のない闇を手探りに廊下へ出たかと思うと母屋のほかげを目当てに獣のように足早く走り去ってしまったのである闇の中に取り残されたお家事は人間の女性が受けた 最も皮肉な残酷な恥ずかしめを受けて闇の中に石のように突っ立っていたいたずらとしては命取りのいたずらであった侮辱としてはこの世に二つとはあるまじい侮辱であったが岡地は藤十郎からこれほどのいたずらや侮辱を贈るいわれを どうしても考え出せないのに苦しんだそれとともにこの恐ろしい誘惑のために自分の操を捨てようとしたいほとんど捨ててしまった罪の恐ろしさに彼女は腹綿をズタズタに切られるようであった主演の席に帰った藤十郎は 人間の顔とは思えないほどのすさまじい顔をしていた。が彼は勧められるままに大敗を5つ六つばかり飲み干すと、血走った目に霧波千住の方を向きながら、千住殿の安堵めされ、藤十郎、この度の狂言の工夫がことごとくなり申したわ。と言いながら、 に笑ってみせたがその声は地獄の亡者の笑い声のようにしわがれた空っぽな気味の悪い声であった弥生1日から万田湯座ではいよいよ近松門座が書き下ろしの狂言の蓋が開かれた藤十郎の萌え門と桐並千住のおさんとの 味噌顔の狂言は恐ろしきまで真に迫って落中落外の評判かまびすしく正月から打ち続けて勝ち誇っていた山下座の中村七三郎の評判も月の前の蛍火のように見る影もなく消されてしまったがこの興行の評判につれて京蕨の口にこうした相話が伝えられた。 それは、藤十郎殿はこの度の狂言の工夫にはある茶屋の女房に偽って恋を仕掛け女がなびいて火を吹き消す時急いで逃れたとのことじゃが「さすがは三国一の名人の心がけだけある」という噂であった。 偽りにもせよ、藤十郎殿から恋を仕掛けられた女房も三国一の過保ものじゃ」と生めいた京の女たちはこう言い添えたこうした噂までが嫌が上にこの狂言の人気をそそった来る日も来る日も潮のような見物が 明け方から萬田遊座の周囲に渦を巻いていた弥生の半ばであったろうある朝萬田遊座の道具型が楽屋の片隅の梁にくびれて死んだ中年の女を見いだしたそれは紛れもなく胸性の女房岡地であった岡地は 宗生とは八月の万太夫座に忍び入ってそこを最後の死に場所と決めたのであるその死因についても京わらはいろいろに口さがない噂を立てたが誰も藤十郎の偽りの恋の相手が低粛の聞こえ高いお家事だとは思いも及ばなかったただ おかじの死を聞いた藤十郎は雷に打たれたように色を変えたが彼は心の内で「藤十郎の芸のためには一人や二人の女子の命は」と幾度も力強く繰り返したがそう繰り返してみたものの 彼の心にできた目に見えぬ深手は折に触れ時に触れ彼をさいなまずにはいなかったおかじが楽屋でくびれたことまでが萬太夫座の人気を培ったおかじが死んで以来藤十郎の萌え門の芸はいよいよ冴えていった彼の瞳は、 人妻を奪う罪深い男の苦悩をありありと刻んでいた彼がおさんと暗闇で手を引き合う時みそ顔の恐れと不安と罪の恐ろしさとが体いっぱいにあふれていたそこには藤十郎が萌えもんか萌えもんが藤十郎か 何の差別もないようであったおそらく藤十郎自身人の女房に言い寄る恐ろしさを肝に銘じていたためであろう。 今回の朗読はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに